どうもおはようございます。午前8時5分に、動画を撮っているフレッシュスバル君です。よろしくお願いします。ツイッテッドワンダーうんこっていうね、謎の前茶も流れてるくらい、まあ第五人格らしいね朝を迎えているわけなんですけど、そんなわけでですね、今日はですね、昔の人格をいくつか紹介していきたいと思います。今の人格と昔の人格って結構変わったものもいくつかあって、今回はねそれを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。どうぞー。なんかミキチーみたいな言い方になっちゃったわ。まずはねサバイバーの人格から見ていこうと思うんですけど、受難庫とパンツの位置が今と昔だと変わっていて、今だとね上側にパンツがあるんですけど、昔だとこの機械精通のこの位置にパンツがねあったんですよね。この受難の位置が変わったの結構びっくりだったよね。この受難の位置がね変わっただけでも、あのツイッターのねトレンドに入るくらい結構大きなね話題になったんですよね。まあそんなことは一個大きいの、この今のね救世主妄想っていう人格があるんですけど、これは仲間をロケットチェアから救出すると自身の移動速度が、最大 15% アップするっていう。それの位置はですね、一昔前の人格はですね、これナマズ効果っていう人格だったんよね。自分がロケットチェアに拘束されてる時に、他のサバイバーの移動速度が最大 8% アップするっていう、救助しやすくさせるための、人格がねあったんですよね。でちなみにこのナマズ効果っていうのは現実世界にもある効果で、土壌の水槽の中に天敵のナマズを入れることで、土壌たちがナマズから逃げようと逃げ回ることによって鮮度を失わないっていう理論らしいです。どうやら土壌がねサバイバー立ててハンターに座らせられた時にサバイバーのね動きが活発になるっていうことでね、多分ナマズ効果っていうのが使われたのかなというふうに思いますね。なかなかちょっと面白いですよね。で今あるねこの集団心理なんですけど、このシリニヒっていうね、シリが大惨事になっているここの人格の位置にあったんですよね。でシリニヒの前にあった人格がこの羊の群れっていう人格だったんですよね。でこの羊の群れの人格は、まあ、他のサバイバーが5メートル以内にいるとき、半径内の、仲間の解毒、治療、破壊行動の速度が、最大 7% アップするという人格だったんですよね。でちょっと右側の人格になりまして、この好奇心のね人格も昔と今ではちょっと違ってまして、今だとなんかこうすごいズラズラってね長い文章が書かれてあって、けど昔はもうシンプルにゲーム開始時一番近くの2台の暗号動きを表示するっていう、めちゃめちゃシンプルな人格だったんよね。あの昔の第五人格だともうね暗号機探しに時間がかかるっていうことがね多かったんよね。でも、このね好奇心の人格が強化されることによって、あのだいぶね暗号機探しに時間がかからなくねなったんよね。結構これはね大きなね強化だったなというふうに思います。まあ不撓不屈も昔だとね若干効果が弱かったりとかしたんですよね。ハイハイする時のね速度が昔だとね最大 100% だったんですけど、それが今だと 150% っていう、もう結構早くハイハイがねできるようになったんですよね。まあそのおかげでサバイバーのハイハイ化が進んで、よちよち歩きするサバイバーがめちゃくちゃ増えたんよね。今でいうところのこの強制効果の位置がこの放損効果っていうこの人格だったんですよね。他のサバイバー仲間が5メートル以内にいるとき、仲間1人につきプレイヤー自身の解毒、治療、破壊の速度が最大 4% 上昇するっていう人格だったんですよね。ちなみにこの放損効果も現実にねある効果で、治療を受ける者が信頼する治療者に期待されていると感じることで行動の変化を起こすなどして結果的に病気が良くなる現象を言うっていう、でウィキペディアに書いてあるんですけど、現実世界にある効果を使ってるっていうところにやっぱ第五人格面白いところあるよね。そういうところ好き。でこの十字の方向にあるこの生存者の本能っていうのは、一昔前はしゃがんでいる時の移動速度が 40% アップするっていう、なんとも言えない人格だったんよね。でハンターですよね。ハンターは人格がね大きくね変わっているので、ちょっとねそれをね紹介していきたいとね思うんよね。4通電した場合にゲート開放速度が 70% ダウンするっていう、これ結構弱気な人格って俺は呼んでるんですけど、この人格の1個前はこのフェシズムっていう人格で、
サバイバーがロケットチェアを破壊する速度が 20% 低下するっていう人格だったよね。めちゃめちゃ弱かったんよね、正直ね。このね、第五人格がリリースされた当初っていうのは、庭師の椅子をハンターがね、異常がないと直すことがね、できなかったんよね。壊された時にどうしようもないから、その救済としてっていう理由で、多分入ってたと思うんですよね。めちゃくちゃ弱かったんで、ほとんど使うことがなかった人格だったんですけどね。まあ、ちなみにこのフェチシズムってね、深い意味があるのかなって思ってググったんですけど、ほんと R18 金の画像しか出てこなかったんで、ほんとに皆さんぜひ調べないでください。まあ、このね、生還者なしっていう。まあ、これは、昔だとね、後知恵っていう人格で、フィールドで2個のロケットチェアが破壊されると、その後1個壊されるごとに、ま、自身の攻撃回復速度が 6% 上昇するっていう。まあ、最大だから 30% アップするっていう人格がね、あったんですよね。攻撃回復速度がアップしたからといってなんか変わるわけでもないんだけどね。なんか使う機会あんまりなかった人格ではね、ありましたね。焼き入れ効果のこの位置。この位置にある人格って2回変わってまして、このね、焼き入れ効果の前の人格は、鬼ごっこっていうサバイバーを12秒間追撃し続けると板乗り越える速度が 20% 上昇するっていう、獲物を追うっていうサバイバーを追撃したら移動速度が上がる人格の窓バージョンがね、あったんですよね。なんか12秒間追撃してる時点で結構追いかけてるし、サバイバーが窓枠乗り越えたら、だいたい9のキャラクターとかだったら、もうピューってね、どっか行っちゃうんでね。20% 窓枠乗り越えるのが早くなったところで、何も変わらんかったんよね。で、この鬼ごっこの前の人格、ハンムラビ法典で有名な、目には目をっていう人格が、昔はね、あったんですよね。人格の説明がさ、いいよね。こんなことをしておいて、このまま逃げられると思うなよって。なんか可愛いですね。まあ、サバイバーに板をぶつけられたら、そのサバイバーの位置がね、わかるっていう効果だったんだけど、これはね、結構変わることがね、よくありましたよ。で、やっぱ昔のさ、人格で一番有名なのはこれですよね。最悪の一撃。現在の腰の位置にある人格が、昔はこう最悪の一撃っていう、最大 20% の確率で、最悪の一撃になり、威嚇値が2倍になるっていうね。最悪の一撃が出ると、サバイバーは一発でね、ダウンするっていうね、人格だったんよね。正直ね、今のね、腰なんかよりもずっと使えるね、人格だったんよね。この人格もね、めちゃめちゃ強かったんだけど、まあ、さすがに、運要素が強すぎるっていうことで、削除されて、枯れた草みたいな人格に変わってしまいました。人格の右側が、今と昔じゃ結構変わってて、特質を変えられる裏向きカードがね、実装される前は、こんな感じでね、指名手配が一番右側の人格としてね、あったんですよね。まあ、その他にもね、いくつかね、こう、人格が変わったところがあったので、ちょっとそれも合わせて紹介していきたいなと思うんですけど、犬のマークが書かれたこの狩猟本能の位置は、昔だとカラスの群れっていう、今でもねマップにちょこちょこ存在しているカラスがねいるんですけど、そのカラスをが飛んだ時に最大32メートル以内にサバイバーがねいた場合だと、カラスが飛んだ時にハンターにブルーっていう通知がね行くっていう人格だったんですよね。結構策的に強い人格だったんで、これカラスの群れ3振りねしてたら32メートル以内なんで、結構広い範囲で策的ねすることができたんですよね。俺はこのカラスの群れは好きだったんだよな。この今の裏向きカードの位置に昔は指名手配があったんですけど、まあ、この指名手配はサバイバーを釣ったら移動速度がねアップするっていうね効果がねあったんよね。昔は手配をさせることによって移動速度がね上がったんよね。ハンターは右側の人格に振る余裕が本当になくて、ほとんど左下か、まあ、上下のね人格を使ってる人がね多かったですね。で、このね、今の指名手配の位置には、狂犬っていうサバイバーの足跡が消えるのを最大2秒遅らせるっていう人格だったんよね。サバイバーの足跡ってさ、結構見失うこと多いやん。だからね、俺結構狂犬の人格入れてたんだよね。このワンちゃんのマーク。なっついなぁ。俺よくつけてたんだよね、ほんとね。懐かしい。で、今の檻の獣の位置には何があったたのかというと、狙うっていうね、解読されている暗号機の24メートル以内にいると暗号機が黄色くね光るっていう人格がねあったんよね。この人格めちゃめちゃ弱かったんよね。暗号機が黄色く光るっていうだけだったんで、全然使わなかったね。まあ、こんな感じで昔のね、第五人格でこんな人格あったよっていうのを今回紹介してみました。よかったらね、他の第五人格の動画も上げているので、よかったら他の動画も見てみてください。それでは、バイバイ。